調子電気鉄道線。調子電気鉄道線は、千葉県の調子駅と、外川駅とを結ぶ、調子電気鉄道の鉄道路線である。全線が、調子市内にあり、関東地方の最東端である犬坊崎の近くを通る。全列車が各駅停車で、ほぼ全列車が、調子、外川間の運転である。2010年3月13日のダイヤ改正より、 早朝と折終電を除いて1時間につき2本30分間隔のパターンダイヤとなっていたが、同年12月4日のダイヤ改正により、本数はそのままで不均等な間隔、おおむね1時間あたり2から3本で運行されていた。2013年11月21日のダイヤ改正により、朝夕ラッシュ以外は1時間に1本、下りは12時台は電車なしになり、 笠上黒羽駅での列車交換も、11時台から16時台までの間と19時台以降は行われなくなった。中野町駅に車庫がある関係で、朝6時台に中野町発外川行き、夜20時台に外川発中の町行きの区間列車が設定されていたが、20時台の外川発中の町行きは2013年11月21日のダイヤ改正で消滅した。 ワンマン運転を行っているが、銚子笠上黒ハエでは、運賃収受のために車掌が乗務することが多い。また、規模の割に、駅員配置駅も比較的多いため、ワンマン運転を行っている他の鉄道路線に比べと運賃箱を使用した運賃収受は少ないと言える。4月下旬から10月上旬の日曜、祝日には、 国鉄ワム8万経過車を改造したオープンデッキ車両 U101 を用いたトロッコ列車の身をつく号が1日1往復運行されていた。電車牽引で運転されるため、外川駅では着回しが行われていたが、調子駅ではそれができないため、その手前の中の町駅で列車最後部に改装車両を1両増結し、調子駅で客扱いを行った後、今度は 長子駅へ来るとき最前部であった車両を改装車とし、中の町駅で切り離していた。名称は、長子市を舞台に1985年に放送された NHK 町の連続テレビ小説の、に尾つしにちなむ。2007年以降は、トロッコ車両の安全面の問題から運行されなくなり、その後、トロッコ車両は老朽化のため除籍されている。 また、毎年1月1日に、JR 東日本が初日の出見物客を対象に、臨時特急、犬吠え初日の出号や快速、長子初日の出号を、東京、成田方面から、長子駅まで運転しているが、長子電気鉄道ではそれに合わせ、犬え崎へ向かう客のために、大晦日の終電の繰り下げ、初電の繰り上げ、長時間帯の犬吠え駅、外川駅間運休を伴う、 特別ダイヤを組んでいる。以前は、終夜運転を行っていた。なお、調子以外の各駅には、コカ・コーラ、コカ・コーラインストジャパンの自動販売機が設置されており、自動販売機に設置されている、電光掲示板で電車の運行状況を表示している。社長の竹本勝則は、動力車操縦車、公主電気車運転免許の免許を2016年に取得しており、 週2回のシフトで運転の業務についている。銚子電気鉄道線の近年の輸送実績を過表に記す。輸送量は減少している。表中、輸送人員の単位は万人。輸送人員は年度での値。表中、最高値を赤色で、最高値を記録した年度以降の最低値を青色で、最高値を記録した年度以前の最低値を緑色で表記している。 鉄道統計年報、国土交通省鉄道局監修より抜粋。長子電気鉄道線の近年の収入実績を、下表に記す。表中、収入の単位は1000円。数値は、年度での値。表中、最高値を赤色で、最高値を記録した年度以降の最低値を青色で、最高値を記録した年度以前の最低値を緑色で,記緑色で表記している。 鉄道統計年報、国土交通省鉄道局監修より抜粋。長子電気鉄道線の近年の営業成績を、下表に記す。表中、収入の単位は1000円。数値は、年度での値。表中、最高値を赤色で、最高値を記録した年度以降の最低値を青色で、最高値を記録した年度以前の最低値を緑色で表記している。 鉄道統計年報、国土交通省鉄道局監修より抜粋。大記録完成。通勤定期最大40%引き、通学定期最大60%引き。1997年、改定。2014年4月1日に消費税が増税されたが、運賃改定は行われなかった。2015年10月1日改定。 1km 未満の波数は切り上げ。スイカ、パスモなどの IC カードは一切使用できない。初日ので特別体制時を除き、小めぐる手形、小回り手形。路線が円弧を描く形なのでこの名がついたという1日、乗車券を700円で販売している。特別体制時も、小めぐる手形に相当する1日条件が値段を変更して販売される。同社が発売する。 濡れせんべいの犬保駅での一枚交換券、地球の丸く見える丘展望館の1割は利き券、長子ポートタワー展望室の1割は利き券が付属している。2016年8月現在、電車6両、電気機関車1両が在籍する。現在在籍する電車は元京王社で統一されている。すべての車両がワンマン運転に対応している。 変電所は当初は中の町駅構内にあった。回転変流器、出力 100kW1 台であったが1935年廃線となった塩原電車から回転変流器、出力 200kW を移設し増強。さらに戦後は、神原鉄道より購入した電動発電機、出力 125kW2 台に置き換えた。 やがて老朽化により1965年1月に故障し1ヶ月運転休止する事故が発生した。ようやく1977年6月になり、笠上ミクロハイ駅構内にシリコン製流器出力3 0 0ットを設置した変電所を新設した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。